殺しはやる雑魚ってわけ。もう済んだんだよ。罪のない人々を巻き込んだ。罪のない奴がいるなんて本気で思ってんのかよ。おめでたいんだね、あんた。この二人の時間に邪魔が入っちゃった。とどめは刺さないでやるよ。続きはまた今度。チュンリー、あの女、チュンリーは無事か？一刻も早く病院へ。キヨミ、チュンリー、親子がいるの、助けてあげて。わかった、心配するな。バトルの最中に時間切れが来るなんて、どっかの特撮ヒーローかよ。十分満足しているさ。インターポールのチャイナ娘を半死に追いやるとは、指令以上の働きではないか。良いデータも取れた。悪いけど私が満足してないんだよ。中途半端は嫌いでね。最後まで戦い抜きたかったか。格闘家らしい言葉だな。戦い？冗談だろ。私は遊びに来たんだよ。面白いおもちゃをくれるって言うからさ。ほう。で、どうだった？確かにこれは面白いね。最高だよ。でも満足いくまで楽しめてないんじゃ、いいおもちゃとは言えないね。あくまでもプロトタイプだ。完全でないのはこちらも理解している。むしろよくあそこまで使いこなしたと感心している。そりゃどう思う？お前を気に入った。風水エンジンの実用化を急ごう。ここで存分に遊んでいけ。もちろん報酬なら十分に用意する。他にも欲しいものがあるなら言うといい。大抵の願いなら叶えてやれるだろう。あのさ、あんまつまんないこと言わないでくんない？私は遊びに来たんだよ。とにかく楽しませてくれるならそれでいいからさ。それでいつになるわけ？ちゃんとしたおもちゃで存分に遊べるのはさ。急ぐさ。一体何者なんだ、チュンリーを、あそこまで。
SIN の意向で我々には介入できない事情があるんだ。察してほしい。 SIN が一枚噛んでるのは間違いないな。それにしてもあの女の力、調べる必要がある。 SIN か。やれやれ、意識を取り戻した途端これだからな。枕元にこれが？ええ、目を覚ましたら気になるでしょ。それで PC を持ってこいと連絡が来たってわけか。いたずらじゃないのか。捜査中に重傷を負ったインターポールの捜査官の枕元に。これ繋がった？この女、どういうこと？多国籍企業ソスナの研究所に向かっている。研究所？位置情報も上がってるわ。向かおう。またあの惨劇が起こらないとは言えない。このサイトしばらくモニターしておくわ。何か動きがあったら伝える。二人とも油断しないで。ああ、おもちゃの感想を遊ぶ前に聞こうっての？まあいい。その機体が向かっているのはシャドルーの元関連企業ソスナの研究所だ。そこに女が12人潜伏している。女ね。シャドルー崩壊後行き場を失ったベガ親衛隊だ。興味深いことに私の命を狙っているらしい。ただ殺してしまうのもつまらないだろう。ついでに新しいおもちゃの研究開発に役立ててやろうと思ってな。全員生きたまま連れて帰ってこい。肩慣らしにはちょうどいいみたいだね。新しいデータが上がったわ。了解。内容は？あの女についての情報ね。ハン・ジュリ、韓国籍。10年前わずか15歳で韓国テコンドー界のトップに立った天才少女。父親は裏社会の捜査で高名な検事で、当時シャドルーの摘発を狙っていた。しかしその後家族と一緒に乗っていた車ごと誘拐されるという事件に巻き込まれ、数週間経って救出されるも娘のジュリは重傷を負っており、それが元で片目を失明。夫婦も結局は助からず亡くなっている。それはおかしいな。あの女、片方の視力がないように見えなかった。もしかして。何？左目が光ったのよ。